初めて浴衣を自分で着てみました。どうだろう、この向きとか難しいかな。髪の毛も随分生えてきて、ちょっとこのヘアスタイルだから変わったこういう濃い色とかがいいかなって着てみました。今日はね、焼き鳥を食べに行くということで、なんか焼き鳥を食べるならなんか濃い色の浴衣の方がいいかなと思って、ちょっとセールで買ってみました。暑い日が続いてますね。髪もね、くるくるしながらこう伸びてきて、今日はこのなんか柳の着物、柳の浴衣、これが柳の柄なんですね。なのでこういう青いユニークとかしてみようかなとか思っています。日本のなんかお着物とか浴衣とかね、これから着てお出かけできるようになれたらいいなとか思っています。皆さんはどんな夏を過ごすでしょうか。それではまた行ってきますね。